AI、ビッグデータ、IoT、押し寄せる IT の波。この先、未来はどうなっていく？愛知学院大学、吉田聡教授に聞く。先生、IoT って何ですか？IoT とはインターネットオブシングスの略でして、物のインターネット化を指します。で、具体的にはありとあらゆるものがインターネット接続して、それで情報のやり取りをするという、そういった技術です。一番今注目を浴びているのは自動運転自動車のところでも IoT という技術を使って、自動的に自動車を運転するといった、そういったことが実現されつつあります。この名城公園キャンパスでいきますと、各教室に IC リーダーというものを置いております。学生証にも IC チップというのが入ってますので、それをかざすだけで出席確認ができるということもできるようになってますし。面白そう。でも IoT の開発は理系のイメージが強いのですが、文系でもできるんですか？IoT を使ってどのような、便利なシステムにするのか、あるいはビジネスや生活をどのように便利にしていくのかといったことは文系の人もたくさんやっていますし、もちろん愛知学院大学を卒業した人もたくさん活躍しております。 IT のスペシャリスト吉田教授、文系出身者が多いビジネス情報コースではプログラミングの実習も担当しています。そのモットーはソフトな理系を育てること。一般的な理系な情報系の学部と違って、商学部で学ぶ理系というのはコンピューターシステムをいかに活用するのか、いかにビジネスや生活を便利にするのかといったところを学ぶという意味でソフトな理系というふうに考えています。例えば金融、銀行で扱う金融系の情報システムというのは、情報システムを構築する能力以外にも金融の知識というのも必要になりますし、POSシステムをはじめとした流通情報システムを構築する際には流通全体の知識というのも必要になります。そういう意味では商学部にいるということは情報のことも学べ、そしてビジネスのことも学べるということで大きなアドバンテージになると思っています。鏡にと自分の肌の状態であったり、その水分量などを前に立つだけで表示できるような仕組みであったりを活用して、その今まで以上に美容を保てるような活用方法について研究をしました。卒論の添削の面談の予約を管理するシステムを作りました。商業高校の生徒さんが情報処理検定という検定を受けるんですけど、楽しく学べるようなシステムを作りたいなと考えています。図書の管理と貸し出しや返却と、あと予約なんかをするシステムを作りました。その一つのそのものを使ったことによって、何か物事が短縮してできるようになったとか、プラスになるものが作れたらいいかなって思って。大学に入ってから初めてやったので、最初は大変かなと思ったんですけど、自分の打ったものが動いた時のその達成感というのはすごく楽しかったですね。商学部では1年時にスクラッチという入門的なソフトでプログラミングの基礎を身につけます。そして最終的には Java というスマホなどにも活用されているプログラミング言語まで学び、国家資格を取得することもできます。授業でやったことがそのまま企業で使えるかどうかはこれは分からないんですけれども、ただプログラミングでは論理的な思考能力、このようなプログラムを動作するにはこのような流れをしなければいけないということ、それを学ぶことができますので、発想の仕方あるいは物の考え方などについては活かせるのではないかと思います。しかし IT を取り巻く環境は時代とともにものすごいスピードで進化しています。そんな変化に対応するために必要な能力とは？そういった早い進化に対応できるためにも、今あるシステムに対して問題を発見する能力、そしてその発見した問題を分析する能力、そしてその分析した問題を解決する能力というものが重要になると考えられます。問題発見能力というのがあれば、今あるシステムに対してどのような問題があるのかということを考えることができますし、それをもとに分析して新たなものを提案する能力というのがあれば、時代が変わってもそれに対応できるのではないかと考えることができます。愛学に学べ。
What と How を明確にすることが重要だと思います。例えばこのようなものを売りたい、あるいはこのようなお客さんに満足できる商品を作りたいというのが What であれば、じゃあそのためにはどのような製品がいいのか、どのようなアプローチで商品を開発していくのかということが How ではないか。目的意識を持ってその目的に向かってどのように進むのか、それをしっかり考えることが重要だと思います。でそれは勉強、研究、あるいはビジネスにもそれは活かせるのではないかと考えます。愛知学院大学